こんにちは。朝6時半です、空がだんだん明るくなってきて雲が切れてきましたね。これは昨日の夕方ヘメロカリスを首ちょんぱしたものなんですが、昨日はたくさんヘメロカリスが咲いたのでこうやって並べてみました。ヘメロカリスは1日花で1日で絞ってしまいますね。このようにいつもお世話になって顔を退治してもらってるんですが、風が吹いていたので大丈夫でした。コオニユリ白銀が咲き始めました。綺麗なオレンジですね。花はちょっと小ぶりなんですけども、遠くからも目立って可愛らしい花です。こんな感じですね。一方つぼみが硬いオニユリなんですけども、ムカゴがたくさんついているの分かるでしょうか。オニユリはムカゴでも、球根でも増えるんですが、コオニユリはムカゴがつきません。トライアンフェータ、今日は巨大なのが咲きました。全部大きいんですが、これは特に大きいですね。子供の顔ぐらいあります。ミステリードリーム、どこからどうやって撮っていいのかわからない感じなんですが、不思議なユリですね。これで開花なんでしょうか。日に日に庭が賑やかになってきています。鉄砲ユリ、ホワイトヘブン、背が高いですね。こんな感じです。ヘメロカリス、シロームディーキーチョップ、今日も咲いていますね。そしてコーラスライン、リトルミゼ、そして後ろがムーンストーリーだと思うんですが、背の高さが違うことわかるでしょうか。これですね、ムーンストーリーですね。これはダブル咲きの黄色いヘメロカリスです。名前のわからないといった赤いものと一緒にタキーさんから買ったと思いますが、もう相当昔のものですね。このクレナイチドリは、今まで見ていただいた赤いものと比べて花びらが細いですね。初めましてのクレナイチドリです。グラジオラス、パフォーマー、咲いていますね。空がブルーになってきました。こちらはワレモコウ、ピンクタンナ、昨日ちょっと紹介したんですが、小さくて可愛らしいワレモコウなんですが、残念ながらすぐに傷んでしまいますね。アリウム、サマードラマ、これはすごく長持ちしていますね。ルドベキア、マキシマ、これも原種系ということで、原種系というのはみんな丈夫ですね。なんか帽子みたいにも見えますね。可愛らしいです。とっても背が高いです。エゴノキの実、だんだん膨らんできましたね。たくさん実がついています。朝日が眩しい感じになってきましたね。今日の庭はこんな感じになっています。ヘメロカリス、あちこちで咲いていますね。それから、あ、これもヘメロカリスですね。後ろにはモミジアオイも育ってきています。ユリのつぼみも見えます。グラジオラス、バナナラマです。空が綺麗になってきたというので、どんどん空を入れて写していこうと思います。鉄砲ユリのホワイトヘブンも、さっきとはだいぶ雰囲気が違って見えますね。リアトリス、日本名キリン肉というそうですね。そう言われてみればキリンのようにも見えます。アジサイなんですけども、またオオカマキリの子供を見つけました。あちこちにカマキリいるんですけども、小さいバッタなどもいるので食べ物には困ってないのかなと思います。今日は曇りの予報なんですけども、すごく綺麗に晴れています。
編集中も晴れています。丸尾です。洗面所に行っている父ちゃんを待っているみたいですね。ちょっと私を意識していますが、私のこともいつもお風呂に入っている時とかこうやって待ってるんでしょうかね。中堅八高みたいだなって思う時もありますが、盗み食いもします。今日も暑くなりそうですね。夏バテしないようにご飯をたくさん食べて頑張りましょう。さようなら。